い、どうも、ケマイです。今回なんですけども、Xbox が値上げしそうだから、買うなら急げという話をしていきたいと思います。はい。まあ、ねえ、もちろんわかります。はい。皆さんの言いたいことはもちろんわかります。まあ、買うって言っても買えねえんだよという話だと思うんですけど、まあ、それはそれとして、一旦ちょっと今回の話を聞いていただいて、まあ、結構値上げしそうだよという状況を、まあ、認識していただけるといいんじゃないかなというふうに思います。もしかしたらちょっと知らない方もいるかもしれないんで、先に言っておくんですけども、PS5 の方はですね、10月に値上げしてるんですよね。はい。まあ、約5000円、6000円ぐらいの値上げをしていて、通常5万円ぐらいで買えていた PS5 なんだけど、まあ、5万6000円ぐらいに値上げになっているという状況なんですよ。まあ、それに対して Xbox は値上げしないんだ、最高って言われていたわけなんですけども、そこもちょっと怪しいぞという状況が近づいてきておりますという感じで、今回はそんな話をしていこうかと思うので、ぜひ最後まで見ていてくれると嬉しいんで、よろしくお願いします。さあ、というわけでやっていくんですけども、先ほども言った通りですね、本当にこの Xbox がいよいよ値上げするんじゃないかというふうに言われています。まあ、これ何があったかっていうところの経緯をちょっと説明していこうかなと思うんですけども、まずね、前提として Xbox シリーズ SX 値上げしないですよっていう公式からの見解が以前あったんですよ。っていうのも、まあ、PS5 が値上げするよっていうニュースが大々的に発表されて、じゃあ、他のゲーム機、スイッチなり、Xbox なり、他はどうなんだ?ざわざわざわってめちゃくちゃなったんだよね。で、そのタイミングで各社公式発表があったんですよ。で、まあ、このタイミングでは、Xbox 値上げしないですよっていう風に、発表があって、まあ、それが故にですね、PS5 が結構叩かれたっていう事実もあるんですよ、これ。まあ、他のね、スイッチとか Xbox っていうところが、まあ、値上げしない中、PS5 だけが値上げするっていう選択を取ったが故に、結構これについて叩かれたし、僕もね、ちょっとどうなのかなっていうところで、まあ、結構話には上げたんですよね。で、まあ、Xbox は値上げしないよという話だったので、いや、さすがだなと。はい、結構、まあ、世界中で言われていたっていうのが、ここまでの話だったんですよ。で、まあ、ここからちょっと話が発展して、まあ、いくつか、まあ、話題が出てきました。まず、マイクロソフトの公式から、こんな風な発言がありました。年末商戦までに Xbox の価格を維持するという、話が出ています。はい。あ、まあ、なんか、値段維持するならいいじゃんって、一見思いがちだと思うんですけども、これま、裏を返すと、まあ、年末商戦終わった後は、値上げすることを示唆してるんじゃないかなっていうところで、今、憶測が飛んでおります。まあ、なので、一旦で言うと、その年内は安全だよと、まあ、年明けぐらいまでは安全だよねっていうところはあると思うんだけど、まあ、それ以降は正直わからんと。うん、まあ、そういう感じで示唆してるわけなんですよね。まあ、公式って言ってるんですけども、まあ結構名前が上がっている Xbox のそのチーフである、フィル・スペンサー氏が、この年末商戦の前に価格を維持することを、まあ決定したというふうに話しています。まあ、ここに関してはやっぱり賛否両論あって、シリーズ S っていうさ、まあそのコストパフォーマンスっていうところを、まあめちゃくちゃ重視しているハードが、それ値上げしちゃったら、そのメリットなくなっちゃうんじゃないのっていうところとかさ、まあ、結構懸念に上がってるんですよ。さらに結構みんなが大好きで、かなり評価されている、世界的に見てもこれはお得だよね、と言われている Xbox ゲームパス。こちらについても、まあ、値上げする可能性があるということは示唆されているんですよ。まあ、こちらもね、やっぱ難しいですよね。圧倒的なコストパフォーマンスっていうところを、まあ、売りにして、まあ、それが、まあ、結構評価されて伸びてきた。まあ、いわゆるその、シリーズ S とかと同じような、感じのそのコスパっていうところがね、めちゃくちゃ引きになって伸びてきたものが、まあ、ここに来て、この値上げしてしまうとどうしても、まあちょっと言われるよねっていうところはあると思うんですよね。まあもともと結構そのゲーパスによって Xbox がまあかなりの負債を背負っているみたいな話もやっぱ昔から上がっていて、あったっちゃあったんですよね。このままずっと同じ値段を維持するのはどうせ難しいだろうなと思っていたんだけど、やっぱりそういったところから今のこの世界情勢、まあインフレとかね、そういったところも相まって、まあいよいよきつくなってんのかなというふうにはちょっと思いました。さらにね、こんなおもらしもあってですね、マイクロソフトの出している今の2台のね、ゲーム機、Xbox シリーズ S と X なんですけども、これ、
なんと1台売れるたびにマイクロソフトが負債を背負っているらしいんですよ。まあいわゆるその逆差屋って言われる状態なんですよね。普通だったら物が売れたらその分ね、企業側にまあ利益っていうのが出るはずなんだけど、まあ、実際今そういう状態になっていなくて、まあ、大体100ドルから200ドルぐらいのマイナスを1台売れるごとに、まあ、マイクロソフト側が背負っているというわけのわからん状況になってるってことをお漏らししました。まあ、しかもこの情報っていうのも、フィル・スペンサー氏の本人からね、やっぱ出ているので、まあ、情報としては間違っていないのかなというふうに思います。いや、じゃあどうすんのっていう話ですよね。はい。そんな、いくら売っても、どんどん企業側がマイナスになるなんて、そんな商売成立せんやろって、まあ思う方もいると思うんですが、まあそこに関しては、ソフトの売り上げっていうところで、なんとか、まあプラスに持っていきますよっていうふうに言ってるんですよ。はい。どうなんすかね。いや、これむずいっすよね。かなりね。実際その形になってるのかというと、まあ、かなり怪しいんじゃないかなと思っています。実際に、まあ、このチャンネルを見ている Xbox ユーザーの方、ソフトをね、実際に買ってるっていう人ももちろんいると思うんだけど、まあ、割合としてはやっぱり結構少なくはないと思うんだけど、結構な割合で、そのゲームパスメインで遊んでますよっていう層がいると思うんですよ。はい。なんで、そのゲームパス自体も結構、その赤字覚悟の、まあ、サービスでありますし、なおかつ、それで遊ぶコンソールっていうところ、Xbox のシリーズ SX も、買われれば買われるほど、マイクロソフトの赤字になるっていう状況。これ、結構やばくねみたいな。ちゃんとその Xbox 買った層がソフトも買って、まあ、そこで売り上げが上がっていくっていう作りがしっかりできていれば、まあ今後もね、ちゃんとうまいこといくのかなと思うんだけど、まあそういった情報もあって、いや、これは、多分いよいよ、まあ、マイクロソフトを値上げしてくるんじゃないかなというふうに、結構業界界隈、見られているという、そういった状況となっています。はい。まあ、やっぱり、世界情勢っていうところがすごく大きいのかなというふうには思いますよね。もともと、やっぱりそういう想定で作られているというか、まあ、ゲーパスっていうところも、まあ、こうなる想定で、まあ、できたと思うんでね。まあ、そういうサービスやりますよっていう段階でさ、まあ、じゃあ2年後こうなってる、3年後そうなってるっていうところはさ、まあ、ある程度見通しを立ててやってると思うんで、まあまあまあ、別にそこまでの問題はなかったのかなと思いますし、まあ、Xbox の本体に関しても一応そういう想定ではあったのかなと思うんですけども、まあ、一番想定外だったのは、ここまでの世界情勢の、まあ、不安定な経済っていうところが、多分一番、おそらく、ちょっと予想だにしなかった状況なのかな、とは、思いますね。まあ、ここに関しては、ぶっちゃけね、マイクロソフトだけではなくて、もう世界中の企業が、今頭を抱えてる状況かなと思うんで、まあ、なんとも言えないわけなんですけども、これに限った話じゃないんだけど、ただやっぱり、ゲーム機の値上げっていうところは、ある程度ショッキングな、まあ話題だなっていうところは、その PS5 の値上げから大体分かったんで、まあ、そうなる前にぜひ皆さんちょっと、買おうと思ってる方は、早めに決めた方がいいですよっていうところをちょっと今回ね、話にあげたいなというふうに思ったんですよ。はい。どこで買えるんだという話に関しては、それはまたちょっと今回の話題とは違うのかなというか、逃げてるわけじゃないですけど、まあ、実際問題ね、本当に買いづらいというか、Xbox に関しては PS5 よりも一体どうやって買えばいいかわからない状態。特にこの日本に関しては、全然、まあ、毎週、その数も入ってきてないから、その状況の中一体どうすれば買えるのかっていうところで、まあ、ちょっと、まあ、この話を聞いてもいやって思う方もかなり大勢いると思うんですけども、まあ、一応今そういう話題があって、まあ、そういう状況になってますよ、マイクロソフトはっていうところを、ちょっと頭の片隅に入れていただけると、幸いです。まあ、もしかしたらね、これに関しては Xbox だけではなくて、Switch とか、まあ、他のそのゲームソフトとかね、そういったところに関しても、どんどん値上げされていく流れがもしかしたらあるのかなというふうには思います。まあ、実際問題、Steam とかで販売されているゲームっていうところも、まあ、ある程度値上げっていうのはやっぱあったので、やっぱりそういった意味では、マイクロソフトのね、その Xbox だけではなくて、本当にゲーム界隈のあらゆるもの、ソフトだったり、周辺機器だったり、本体だったり、すべてが、もうほんと値上げしてしまうっていう状況に、まあ、置かれてるのかなと思うんで、何を買うにしても、まあ、とりあえず早く、
まあ、今のうちにっていうところはね、ちょっと考えた方がいいのかなと思います。まあ、本当に余談ですよ。これ本当に余談なんだけど、この椅子すらも、この今俺が座ってる椅子も、これから値上げするよって言われて急いで買ったんですよ。ハーマンミラーのリスなんだけど、まあ、これもね店に行って聞いてみたら、いやこれから値上げすることがもう確定で決まってるから、もう買うなら今っすよって言われて、あじゃあ今買わなきゃっつって急いで買ったんですよ。なんで本当ゲーム界隈のあのものに関しても同じような感じで、もう本当に買うなら早い方がいいのかなと思いますね。はい、というわけで今回は Xbox が値上げしてしまうかもという話を取り上げてみました。ぜひ皆さんの意見もお聞かせくださいという感じで今回はこれで終わろうと思います。この動画最後まで見ちゃいましたよというそこのあなた、ぜひぜひチャンネル登録して応援してくれると嬉しいんでよろしくお願いします。このチャンネル毎日ゲーム関連の最新情報とかおすすめのゲーム紹介とかバシバシ動画投稿しております。皆さんみたいなゲーマーに登録していただけるとめちゃくちゃモチベーション爆上がりするんで、ぜひよろしくお願いしますという感じで最後までご視聴していただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ではまた。